緊張するんだけども。 こんばんは。9月19日木曜日の木曜日を担当します、遠藤さくらです。お願いします。元気してましたか、皆さん。私いつぶりだろうの、木曜日。ちょっと前にもやった気がするけど、また配信できて嬉しいです。元気だよ、よかったです。全然9月入ってしばらく経つのに、もう毎日暑くて大変です。そんな感じで、宿題からやればいいのかな。早すぎ？まあ、いっか、もうやっちゃうか。 まずは、じゃん、前回のメンバーからの宿題をやります。バーン。菅原さつきちゃんから、さくらさんへあざとく一言お願いします。さつきだそうです。なんかさ、前回もさ、私さつきちゃんの次かなんかでなんかこういう系の宿題来たんだけど、 今回もですか？ちょっと 全く何を言えばいいのよ。あざとく一言お願いします。何？やりますよ、後輩の頼みなので。 何言えばいいんだろう。あざとく一言。ちょっと待って、なんかさ、いい案ありませんか？ 自分じゃ一言だもんね。なんかそういうウィンクとかじゃないよ。 そういうウィンクとかじゃなくて、ああ、なるほどね。さつきちゃんに向けて。さつきちゃんに向けて、なんか、一言だったら、いいかな。じゃあ、それでいこう。宿題くれた本人に向けて、言います。よし。ちょっと待って、なんかさ、この静かな環境でやるのちょっと 恥ずかしいですよね、だいぶ。まあ、いや、頑張るしかないか。はい、じゃあ、いい？さつきちゃんに向けてだからね、これは。これは、そう。さつきちゃん一人に向けての言葉ですので、いきます。せーの。ねえ、私のこと好き？はい。以上です。終わりです。あざといのかわかんないけど、まあまあ、好きっていうセリフを言ったので、OK。 恥ずかしいんだから、こういうのは、本当に。はい、以上です。アンコールはないです。
さ、優しいからいっぱいコメントを送ってくれる。ありがとうございます。アミーグリ行ったよ。あ、そうだ、この間リアルミーグリだったので来てくれてありがとうございました。嬉しいね。あ、じゃあもう乃木曜日選手権もやっちゃいますよ。こう読めばいいのか。ですね、今週の競技は、火曜日が十五夜ということで満月を見ようです。このボックスの中にはいろんな形の月のカードが入っています。週の中で最も早く満月のカードを引けた人に素敵なプレゼントが贈られるそうです。満月か、10、いつ？火曜日？なるほどね、ちょっと過ぎちゃったけど。じゃん、今のところ1位はこれ、あれですよね、枚数が少ない方がいいんだから、さつきちゃんです、1位は。でも2人とも10枚、9枚、なかなか引けないもんだね。やってみるか。満月か、引けるかな。 よし、引きます。スタート。じゃん。あ、なんか惜しい。 惜しいけど、ちょっと17日目だからちょっと過ぎちゃったね。じゃん。なんかちょっと違いました。じゃん。あ、全然違いました。 やばい、引けないよ。じゃん。 あー、なかなか出ないもんだね、やっぱ。どうしよう、ずっと出なかったら。じゃん。惜しいな。じゃん。うわ、惜しい。16。すいません、ちょっと。じゃん。 うわ、違った。なんかもうダメだよね、私ダメな気がする。じゃん。 全部引いちゃう勢いだった。じゃん。新月を引いてしまいました。 じゃん。あ、来た。 やっと来た。15や。待って。あと、だって3枚とかしか残ってないよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あれ？ 10？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10だ。あやちゃんと一緒だ。10枚目でした、私も。並んだみたい。10枚目です。なかなかやっぱ引けないんだね、難しい。でもあやちゃんと一緒なのでいいです。 はい、こんな感じで誰が1位になるのかな。乃木曜日選手権でした。ありがとうございます。明日はね、誰でしょうね。 明日で決まるね。
お前髪切りました？あ、気づいた？ 前髪切った。 だからちょっとね、もうパラパラやると眉毛が見えんの。 パラパラやると眉毛が見えんだよ。なんか前髪さ、おんまゆで可愛いのとかさ、のんのの、なんか撮影かなんかでちょっとやったのよ。それが結構自分的にすごく好きな写真になったので、前髪短いのいいなとか思いつつ、でもやっぱりグループにいるとね、難しいからちょっと気持ち短く今回は切ってもらいました。 ちゃんとコームも持ってきた。何のお話しようか。あと半分ぐらいあるよ。フリートークだって。なんか話したいことあるかな。まあでも、キンキンで言ったら全国ツアーだね。真夏の全国ツアー、どうでしたか？ 皆さん来たのかな？来てくれたのかな？めっちゃ楽しかった。ドームも楽しかったし、神宮も楽しかった。どっちも楽しかったよ。行きました。ありがとう。モノプリめっちゃ良かったよ。ありがとうございます。今回モノプリはアンコールにあったから、もう、なんだろう、ちょっと自由にやっちゃった。 アンコール仕様で楽しく披露しましたね。またなんだろう、バシッと披露もしたいけど、ああやってアンコールでやるのも楽しいなって思った。ヘアアレンジもしましたね。暑かった、暑かったよ。暑かった。 神宮は野外だからどんどん暗くなるし、風も吹いてきて、そこまで暑くは感じなかったんだけど、ドームがめちゃくちゃ暑くて、ずっと汗だくだった、リハから。ウィルダネスワールドもありがとう。ウィルダネスワールドね、今回でもオリジナルの振り付けじゃなくて、また今回仕様につけてくださったんですけど、振りを、その振りがすごく私は好きで めっちゃ楽しかったっていう めっちゃ楽しかったけど、なんだろうな、
綺麗にもさ、やっぱ踊りたいから。でも楽しかったな。あとは 何話す？あ、そうだね、ダースの CM もこの間解禁されて、流れるといいな。見てください。ダース大好き。私は今回は赤色です。前回と一緒。ミルク。美味しいよね、ダースって。ビビリなさくちゃんって何？なんか、何？ビビリだった？なんだろう。一緒にお月見しませんか？ しません。 月見でも確かに15夜だったんだね。なんか昨日かちょっとお月さまあ見えるかなーって思って外見たけど、めっちゃ曇ってて全然見えなかった。あ、ビビリのやつって箱の中身のやつか。ああ 私もあんなにビビるつもりはなかったよ。全然頑張る意気込みで行ったんだけど、ダメだった。やっぱ全然見えないものを触るのは怖い。 ちょっとダメだったね。あ、そうだね。レンカさんの写真集も私もめっちゃ楽しみにしてます。早く見たいな。トライアングルマガジンもよろしくお願いします。何喋ろうか。あ、でも、ペンギンしかいないわ。向こうにいっぱいいるのか。 あ、すごい嬉しい。あ、持ってきてくれ。 優しい優しい。あ、やったやった。わーいわーい。 ありがとうございます。いっぱい持ってきてくれました。これ、これなんだ。あ、シマエナガ。シマエナガです。これさ、ここに置いたら、ちょっとぬくもりを感じたく。 並べとこ。よっこらしょ。あ、ダメだ、入りきらないね。いいんじゃない？ 見えてる？あ、いいんじゃない？夜ご飯は私はこれからです。何食べようかしら。
お腹空いてきた。どうする？もう宿題書いちゃう？宿題とか書いちゃいますか？書くか。あと10分ぐらいだし。宿題書きます。明日はですね、中西アルノちゃんです。アルノちゃん何がいいかな。みんな喜んでる。よかったね。どうしよう。宿題考えるの本当に何も浮かばないんだよな。何がいいかな。あるのちゃん、ちゃんはあの子とのエピソードなんかあったかな。なんだろう。あ、でも全通の最終日が終わった後にみんなで打ち上げみたいな感じでご飯食べた時にデザートを選ぶタイミングが一緒になりました。なりました。はい。くじ引きかなんかで決めたので、そう、近くもなく隣とかにもならなかったんだけど、デザート取りに行くタイミングが一緒になって一緒に選びました。書くか。どうしようかな。どうしようかな。よいしょしょ。なんか絶対これ宿題じゃない気がするんだけど、まあ、いっか。じゃん。あるちゃんへ秋服探し一緒に頑張ろう。ってことで、なんか全通でなんかエピソード話してた時に、 MC か MC で喋ってた時に、洋服買いに行きたいですとか言ってるのをなんか聞いて、私もちょうど秋服探してるので、共に秋服探し頑張りましょうっていう メッセージだね。 いい秋服見つかるといいな。私も探してるんです。暑くてさ、今年は着れるか分かんないけど。
古着屋さん行きたいね。確かに。そんな感じです。お願いします。なんだかんだであと4分ぐらい。4分ぐらいです。本当だよね。なんか寒くなっちゃって、秋服の出番がなくなっちゃったらどうしようって思って 変えてない。チートデイポーズしてください。スクショタイム。いいよ。今日も暑かったね。暑かった。びっくりするぐらい暑かった。耳出して。した。私なんか髪の毛の量が少なくてすぐ耳が見えるんです。 そういう人いますか？一緒の人。お、あと2分。 あと2分だって。これみんな名前あんのかな。 ずっといるけど、どうなんだろう。シマエナガ叩いてないよ。頭を撫でました。 あ、待って、まだ全然あと2分あった。 どうしよう。仕事応援してください。無理せず 自分のペースで頑張るのが一番だと思います。応援してます。勉強もね、大変だけど、息抜きしながらダースとか食べて糖分取って。 応援してます。あ、すごい、ミラーボールだ。何？わーい。 ありがとうね、みんな本当に見に来てくれて、コメントもしてくれてとても嬉しいです。お、30分になっちゃった。 じゃあ切りますね。みんなお疲れ様でした。今日も、明日金曜日なので 金曜日もマイペースにゆったりとなんとなく頑張りましょう。お疲れ様です。 ありがとうございました。またね。バイバーイ。